いやー、ちょっと昨日めちゃくちゃ寝たおかげで体は超元気なんだけど、首寝違えちゃってなんかあんまりすぐ横向いたりできないんだよな。大丈夫かな今日。痛い。あれ、なんか音聞こえた。で、どうした、大丈夫？木の上で遊んでたらちょっと足くじいちゃって、痛い。うわ、歩けねえこれ、もうダメだもん。じゃあさ、うん、ちょうどよかった。私は体は元気だけど首動かないんだよ。あら、ルザピ首動くでしょ。うん、ちょっと乗ってかない？サンチャンク。にちゃーす、サマグリ。なあ、ふざけ。にちゃんくでーす。お願いします。本日は、米将軍くんが、ま、欠席ということで、うん、2人でやっていきたいと思うんですけど、実はねこれ結構ガチな内部事情として、うん、私も手首を痛めててあまり素早い振り向きができないっていうのがあるんで、この企画を思いつきました。まあ、一応過去にね、バトロアはやったもんね。うん、あの時の感じでいけば別にエンドラ討伐も多少不便だけどいけるとは思うんだよ。うん、でもさっき、うんうん、挨拶するときに痛い死ぬ。気合いでなんとかしろ、そんぐらい。なんとかしたよ。なんとかしたな。シフト押せないからね。あ、そっかそっかそっか、シフト押したら落ちちゃうのか、うん、この仕様だと。よし、キー必要なくなったら教えて。ちょっと移動は全部ルザピに任せるわ、指示は。オッケー、そしたら、あ、でも4個しか持ってないよ。僕5個持ってる。今回はちょっとルザピにブロックを渡さないといけないってなると、こう下がってここを掘ってもらってこれで取れるか。これじゃ無理か。じゃあここの下も壊してもらわないとダメだわ。ナイス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 。これだけちょっとめんどくさいね、毎回これやんないといけない。はい、つらはしつらはし。ナイスナイスナイス。なんか腹減ってると思ったら埋められたからか。あー、埋められたの、かわいそう、うん、どうした、どうした、話聞こうか。うんうん、もう手遅れ。受け渡しがめんどくさいね。うん、上向いて投げたらキャッチできないかな。いきますよ。はい、ダメだ。ダメだな。うん、あ、食べ物はちょっと私クリエイティブだったわ。いえ、よし、ちょっと敵倒してみたいね。あ、泳げんのかな、うん、これ泳げんじゃない。泳いだら解除されるとかない？ああ、いける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 。いいじゃんいいじゃん、これめっちゃいいわ、楽。うん、沈没船探すとかも全然ありだな、そしたら、うん、敵倒してみた。あ、食べ物いた、食べ物倒そう、食べ物。はいはいはい、近寄って。はい、ナイスナイスナイス。これちなみにクリティカルは入れられんのかな、落ちながらだったらちゃんとクリティカル判定になるのかな。ちょっと待って。はいはい、入ってないか。てか手が短いから相当きつい。むずい。あ、これで届かないんだ。ぎ、これ今のでギリ届くぐらい、うん、なるほどなるほど。でもなんか倒してないのに周りの生き物死んでくのはちょっと気持ちいいな。あ、これいけるか。よし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 。あ、届かないのか。あ、危ない危ない。よしよし、オッケー、ナイスナイスナイス、いけるぞいけるぞ。あ、落ちまってる。危ない危ない危ない、そういうことか。私が一段高い、低い位置にいればルザピア当てやすいのか。うん、ナイスナイスナイス。あ、いけるんじゃない、全然。クリーパー倒せんならもう全部いけるっしょ。うん、食べ物どっかで焼きたいね。うん、村探すっていうか、村行こう。いやでもいけそうだぞこれ全然、うん、ネザーとか大丈夫かな。ルザピ埋まって死なないかだけが。めっちゃ埋まりそう。めっちゃ埋まりそうだね。なさそう。あ、全焼基地あるじゃん。行くだけ行ってみよう。あ、でもこれ地面にブロック置いたりできないのか、もしかして。うん、ほんと走れんくなったわ。いや、もうじゃあダメだ、帰るか。上の人はこれ食べ物いらない感じ。痛い、いや腹減ってる。お腹すくんだ上の人でも。うん、ダメージ受けたから多分そうだと思う。なんでダメージ受けるんだよ。お、洞窟やん。あ、痛い痛い痛い、洞窟まずいよ。まずいね。え、これ真下積みができるのかちょっと試してみないと、これ帰れない可能性ある。うん、真下積みできる。あ、いけるね。オッケーオッケ
私がシフトしたら3マスで足りたりしないか。4マス必要そうだな。え、でもこうすれば3マスでいけない。あ、いけるじゃん。いでで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 、あぶね、死ぬ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 。ね、さすがにちょっと疲れてきちゃった。おお、なんか私視点、これ一人称にすると自動攻撃モードみたいな。一人称だとルザピが見えないから勝手に敵が死んでく。この鉄届く。うん、おお、本来だったら届かないけど肩車してるおかげで届きますね。あ、1個届かない。そこは無理だよね、多分1個は地面に置かないと。お、ブロック設置もオートだ。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。これ橋かけれるかな。いけそう。まずいまずい。おお、ね、クリーパー爆発、縦2人で作ってクリーパー爆発させちゃった方が早いかもね。まずまずい。処理するの大変じゃない。いてててて、よし行こう。これでもう全部のモンスター倒れた。まだか、よし、うん、いいぐらい。よし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 。うわ、1個か。うん、盾と鉄装備はちょっと欲しいな。片方死んだら終わりだから、うん、だってセンキューセンキュー。あと羊毛渡したから1回リスポン固定しとく、ここで。うん、オッケー、固定できた。うん、オッケー。そしたら1回ちょっとこれでクリーパー爆発させてみようか。倒すの大変だよな、絶対。めっちゃいる。よし、やばい。あ、これで右から来てます、右から来てます。いいで、オッケーオッケーオッケー。めっちゃおる。いいで、跳ねるたびに頭埋まる。いて、結構いて。あ、ほんと。うん、まあ、でも一応クリーパーは大丈夫そうだな。これでガードした方がいいか。あー、危ねえ危ねえ。シューが聞こえなかったら危なかったぜ。いいこと思いついたんだけど、うん、木はもう持ってない、一つも。棒、木はある、あるよ。ある。釣り竿を使えばルザピー自力でブロック拾えんじゃない。そんな上がるかな。じゃあ一回やってみよう、釣り竿で。はい、あ、でも手前に寄るだけかもな。え、ちょ、じゃあこれさ、これとか拾える。あー、なんかじゃあ上行く。うん、頭なんかぶつかりそうだなったら言ってね。うん、水垂らして上上がる。うん、これ上どうなってるか私視点全く分かんないから、これ怖いな。大丈夫、上微妙かも。こっち埋まりそうよな。うん、うわ、どっから行けばいいか。頭ぶつからんところある。そこから行く。オッケー、はい。あれ、水消えた。出てきた。ナイスナイスナイス。よーし、ふう、戻ってきた。これも回収しなくていい。うん、じゃあ上上がりますか、水で。で、村探そう。これで村見つかったらもう安定よ。うん、お、金人参入っててくれ。いやー、火打ちし、村さえ見つかればね、かなりいけそうな気がしてきてんだけど。うん、あ、村だ。マジ？左前。ナイス。よーし、食べ物安定。の、マグダマ。しかも待って、マグダマリつながってんじゃん。最高じゃん。抜群のロケーションじゃん。うん、ロケーションよ。オッケー。いや、抜群のロケーション。あれ？それホテイソン。わかんない。東京ホテイソン。お笑い芸人。東京でしか見ない人だよ、多分。ああ。ロケーションと言い踏んだんだけど。え、でも、すごい有名だよ。そう。前回の M1。いえ。準々決勝か準決勝まで行ってる。一緒やん。一緒やんは、どういうこと。僕と。ん？僕と一緒やん。言ってんの。うん、すごいな。それは初耳だったわ。うん、誰とコンビ組んでんのか今度聞かせてほしい。一回ジャンプして、はい、ナイス。これ入れるか、この高さ。確かに
入れないかも。クロールしよう。うん、もう一マス広くすくわ。あ、オッケーオッケーオッケー。さあさあさあ、来た赤森ですね。ブロック置いたりできないから慎重に動かないと。うん、ルザピの金装備もちょっと欲しいな。狙われるか。狙われるかもしんない。海洋祭だ。海洋祭ちょっときついよね多分。形次第だな。行くだけ行ってみるか。うん、肩車で海洋祭おもろいしな。いでいでいで。よしよしよし、オッケー。いで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 。上から悲鳴が聞こえるけど気にしないとこ。さあ廃妖祭へ。大丈夫か廃妖祭、マジ怖いけどな。これ死ぬ？大丈夫か。いで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 。急いで壊せば大丈夫か。上見たくてもルザピのケツがでっかくて上あんま見えないんだよな。あ、ブリッジ？集めれそうだね。ちょっと頭ぶつからないか怖いからゆっくり行きたいから、ここでは敵対化したくないね。別なんとか。お？あ、要塞だ、前。え、マジ、ほんとだ。最高じゃん。別なとこで取引でもいいかも。その辺でも、橋の真ん中とかでもいいだろう。お、これで取引するか。うん。ああ、金ブロ投げてる。金ブロ？金ブロ渡してた今。やばいやばい、倒せ倒せ倒せ。お、いいや。いてててててルザピオの金装備もここで作っといていいかもね。こんだけ金あれば。うん、頭作る？頭か足。足でいいや。オッケー。対価来たわ。ナイス。しかもスプラッシュ。パールこれで出てくれれば簡単な話なんだけどな。お、パール3つ出た。でかい。え、あ、パールまた出た。6個になった。え、これマジで攻撃でいけちゃうんじゃない？ある。黒曜石、このまま10個手に入っちゃったら嬉しいんだけどな。誰かこれ2人で浴びれるかっていうのがちょっと、うん、上の方の人もしくは下の方の人か。あ、でっかいの出たわ。タイカ言ったら全部出るわ。全部出るな。何でも望みが叶う世界だわ。ここディズニーの世界だわ。エンダードラゴン勝手に死なないかな。お、あ、エンパ来た14。あ、黒曜石10、エンパ14。全部揃った。揃ったわ。よし、いける、いける。よいしょ、よしよし、はい、イン。ナイス。あ、やばい、これ危ねえ。やばいぞこれ。掘ってかないと。うん、掘っていこう掘っていこう。これウィザスキー来た時攻撃できるかな。どうだろう。まあ、でも下で盾構えてればこっちは安全なのか。でその間にルザピが倒せばいい。どっちだ、見えないな。どっちありそう。全部行き止まり。 C っていうのは左側ワンチャン繋がってるかも。正面と右はもう行き止まり。気持ち悪い、折りにくい。あ、怖い怖い怖い。速度調節しないと。あ、こっちは繋がってるわ。こっちまっすぐかな。あ、怖い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 。うわー、ちょっと待って、お相撲さんがおる。いや、逆行こう。こっち掘った方がいいかも。行っていいよ。そっかそっか。いてててて。行ってよくないやんけ。ちょっとやばいよやばいよ。よしよし。オッケーオッケー。なんか、あ、でもこれ右そうじゃない？ぽいなぽいな。よし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 。よし。来たな。じゃあちょっと対価でっかいの飲むか。うん。これでもう勝ちよ。うん。え、これスポナーで引っかかってるから、スポナー壊したら引っ張れんじゃない？確かに。まいって。あ、いててててて。いててて、待って、死ぬ死ぬ死ぬ。危ね危ね危ね。マジ危ね危ね。もう一個前行く。いててて、殴られてる殴られてる。こいつは意外と物理で殴ってくることもあるからな。届かない。ポテト拾いたいなこれ。よしよし。2。オッケー、じゃあある程度こっちも操作しないといけないんだよ。うん。
いてん。いてん。体格切れるそろそろ。体格じゃあ上に投げるわ。うん。こっち当たってないな、やっぱ。一分な。まあ、下は縦構えるわ。よしよしよし。後ろもいるから気をつけてね。うん。あそこ、ルザピは気をつけなくていいのか。俺が燃やされる可能性あんだよな。うん。うん、出た。壊せる？よしよし、ナイスナイス。6。いけそういけそう。あ、でも全部ルザピタゲってくれてて助かる、うん、の7いく？うん、どうしてエンパー14だし、よし、あ、やべべ、あー、危ない、シフトした方が、シフト関係ないか、あ、そっか、入るときは降りないといけないのか、オッケー、よし、じゃあこれを渡してあとは移動するだけだね、よし、とりあえず1個投げよう、はい、はい、こっちだ、オッケー、ジャングルだ、ジャングルだ、ドンキホーテの言い方いや、ドンキホーテのテーマって言わないと、勉強不足ですいや、ドンキホーテのテーマはわかるでしょどんどんどんドンキードンキホーテボリューム満点激安ジャングルジャングルだーだよそんなんだった気がする、村ない、あ、村だ、ナイスー、さっきから音声認識機能が搭載されてるな言ったら全部出 る, 出る、ここは全ての願いが叶う国マインクラフト今日は可愛いおとりさんたちとお歌の練習をするのいや、あらんとろメルヘンなチャンネルじゃないでしょメルヘンな実況したいなと思ってサンチャンク組んだんだけどなメルヘン系グループ実況、うんよし、センキュー、一回投げとくか、うん、わかんないし、あ、戻った、あ、戻った、え、近いじゃん、近っ、ここはすべてが望み通りになる街マインクラフト、二人でお散歩してる途中大きな洞穴を見つけたんだけどその穴を下っていくと要塞にダイレクトインできたのすごい、マジでありえるよ、なんか洞窟とかから繋がってないかな、直下掘りする必要ない説あるよこの辺ってこと、うん、本当に地表から見える説、投げてみるか、この穴に吸い込まれていくかも、 お、でも曲がった、さらにだいぶ近くない、うん、はい、あれ、まだ、あの1マスだけ開いてる穴みたいなところを掘ってったら食べてたあ、ほんとにさっきだな、ここじゃないか、ここ、うん、あ、待って、本当に洞窟からダイレクトイン説、え、本当にダイレクトイン説ないこれいこの洞窟行ってみるか、リスポーンだけちょっと固定して、うん、無限に用もあるから、マジで全ての願いが叶う国かも、今日そういうドッキリ、うん、全ての願いが叶う世界だった場合甘栗はメルヘンになるのかドッキリ結論メルヘンなりますメルヘンなるだろこんなん、あーでも反対方向っぽいな、広がってんの、うん、さすがにか、これはこっちまで来ちゃうと、どこら辺だろうな、でもその右ぐらいだと思うけどな、この1マス掘ったらここに投げてみるのか、あ、戻った、え、あ、戻った、じゃあマジここら辺じゃん、この辺だ、これもう水だったら、水バケツ必要だったら水っていうか、これは降りても大丈夫、うん、周り塞げる、オッケーオッケー、水バケツ必要なタイミング言うわ、多分私の体で見えないだろうから水バケツ必要な時水バケツって言うわ間に合わないでしょ、あ、溶岩バケツ、溶岩バケツ、はい持ってたらどうしてた、今持ってたらやってたでしょうん、お、来た、ダイレクトイン、よし、これはこれで大変そうだな、ちょっと待って、結構結構だな、あー、あっちかな、つながってるとしたらあっちか、うーん、そうね、そこでダメージ受けるよな、
いやーこれちょっと私たちの体のサイズに合わせて作られてないな。うん、これいける、ててよし、ナイス、いけるいける食べ物なんて実作がある。よし、あ、やばいやばいやばい、あぶねあぶね、思ったより。こっちからはね、どんな感じかあんま分かんないんだよな。あ、降りちゃった、不正。いやー、でもね、娘には立派に育ってほしいからね。ん？ああ、あったあったあった。不正。不正。よし。一回水でさ、バケツで溶岩塗れる。これ、肩車したまま入れるのか、ちょっと挑戦してみるか。ネザーは入れんかったけど。じゃあ、行きますか、ネザー。はい。じゃあ、エンド、行きます！イン！やっぱこうなるよね。ダメだ。よかった、埋めといて。これ埋めてなかったら。でこれルタピなんか。マクダイブしてた。ルタピすごい浮いてる感じになってる。本当だ。なかなかない映像だ。じゃあこれでルタピが降りたら多分二人ともいけるね。うん。じゃあいよ行こう。せーの。はい。来た。でまたすぐ乗ってください。はい。なんか微妙に変な撮り方ですよ。じゃあ柵以外を先に壊しちゃうためにここになんか地面積み上げて登って上で打ったりしたら楽かな。なんか結構壊してるよ。あ、もうこの高さで打ちやすい。うん、エンドラ討伐中にもうゆっくりパン食う時間ある。ナイスナイス、いてて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 、結構痛かったな。結構痛かった。ナイス、これでもう回復しないんじゃない。うん、オッケー、あとはいげーって言うだけだ。いけいけん、いげー。何もやることねー。そうか、何もできないのか。あ、でもかわすのか、かわす仕事があるわ。かわす係よ。うん、これ、何も考えずに見てるわ。普段ブレス来たら避けないと。確かに確かに、避けなくていいじゃん。エンドラ戦で初めてメリット出たかな。うん。でも真ん中降りてきたときやばいかな。あー、どうだろう、いけるかな。ちょっと高くしといた方がいいかも、真ん中。そうね。今すぐね。あー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、頭いい頭いい。いててて、まずいまずいまずい、やばい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 、やばい、水湧け、ナイスな。よし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 。あ、あ、いてててて、ちょっとエンパー渡しといてもらっていい、たまにあったら。ないよ。ないか、オッケーオッケー。私がエンパ使ったらちゃんとルザピもテレポートするんだね、うん、これ真ん中いかんのが正解だわ。弓で倒そう。弓だけで。いいねいいねいいね。これ今までの動画の中で一番地味なエンドラ戦かもしれない。もう真ん中降りた、行くぞ行くぞとかない。弓打つだけ。弓打つだけ。降りてきた。お、降り、どうする？でも、食らうから。横から顔殴れるか試してみる？うん。でもな、全部のアイテム持ってきちゃったから、これ、横方向にすごい勢いで飛ばせたらいいですね。あ、いけるね、いけるね。よしよし、羽殴れる。よしよしよし、だいぶ減ってるだいぶ減ってる。そろそろ引いた方がいいかな。よしよしよし、飛ばされんかった、よかった。お、これでよく当てれるね。意外とそんな変わんなかった。難易度上げてんだけど。よしよし、降りてきた降りてきた降りてきた、よし、じゃあこれでやっちゃってくれ。顔当たんないな。当たんないか、羽、あれ当たんない。ああ、よし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 、やったー、結構楽だったな。うん、本当によかった。めっちゃスムースだったな。サンチャンク、エンドラ討伐のなんか見本みたいな。うん、なんか2人でやったらそれぞれなんか操作半分になるから楽だよねーとか言いつつ、実際は難しいみたいな想定してたけど、うん、楽だったね。ということで、
まあ、本日はね、米将軍がちょっと欠席っていうことで2人ならではの企画やってみたんですけど、米将足してもいけるか何すん、誰が何すんということで、こういうたまにね、あの2人撮影の時にこういう感じで2人でしかできない企画とかやっていこうかと思うんで、ぜひぜひね、2人でしかできない企画のリクエストなどあればコメント欄によろしくお願いします。お願いします。どうだい座り心地は。めっちゃ悪い私も首の骨折れそうというわけで、本日も面白いと思った方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。します。お疲れちゃんちゃん。快晴の空の下、夏の匂いがまた僕を包む。あの頃私が見上げた空はいつも境界線が強く見えた。